イタリア及び中央ヨーロッパでのボイ遺族の大まかな位置を示した地図。黄色はハルシュタット文化圏、緑色はラテーヌ文化圏を示しており、後者は当時のケルト人が住んでいた地域と重なっている。中央ヨーロッパに書かれたボイーの文字は戦死時代にボイ遺族が住んでいた場所を示唆している。武装した不評像が描かれたハルシュタット文化の制度性を美較り。 スロベニアのバッチェで出土。紀元前400年頃、ボイー族、古代ギリシア語、イオタは、中央ヨーロッパにいた、鉄器時代のある部族に対して古代ローマ人がつけた名称である。特に、バイエルニア・ボヘミアは、ボイー族の名と関係が深いとされている。共和制ローマ後期から、ローマ帝国にかけてのローマ人、または、ギリシア人の歴史家は、ボイー族を、ケルト人、または、 ガリア人とみなしていた。その居住地域各地から後に出土した、カネイシフミから、ケルト語派の言語が使われていたことが判明しているが、ボイ族が実際に使っていた言語は不明である。この部族については、ガリアナルボネンシス、パンノニア、ボヘミア、モラビア、スロバキア西部など、様々な歴史家が、それぞれの時代に居住地域を記述している。さらに考古学的証拠から、 紀元前2世紀にボイ族の故郷と思われるボヘミアから現在のポーランドの一部であるシレジアにケルト人が居住地域を拡大したことが判明している。ボイ族が歴史に初めて登場したのは紀元前390年の北イタリアへのガリア人侵入で、それによって、ポーヘーゲンから一部のエトルリア人が追い出され、残ったエトルリア人もガリア人に同化された。 一連の戦争でローマ人に敗れるとガリア・キサルピナの属州民の一部となった。ボイ族や他のドナウ流域のケルト人はイタリア侵入の一世紀後のギリシャ侵略にも関与した可能性がある。彼らは敗れたもののそれ以前にアナトリア半島に定住しガラティアとして知られるようになった。二世紀以上後ユリウス・カイサルはドナウ流域で ゲルマン人系のスウェビ族がボイー族に最終的にとって変わったことを記している。その人口の多くはローマとの戦争で失われ、生存者は他の部族に分散し吸収された。文献やカネイシフミに残るケルト人の様々な名前から大陸ケルト語の要素であるボイを生み出すことができる。これがインドヨーロッパ語族に属しているという前提で、メウジ、または 戦士と解釈できる。したがって、ボイーとは、集まっている人々、または戦士の人々を意味すると考えられる。メウシ説は、コアイルランド語のアンボーへ、ケルトス語のアンブスによる。史上初のボイー族についての言及において、ポルビオスは彼らの富は、牛と金であり、農耕と戦争を制御とし、仲間や配下の数が多いものほど地位が高いと記している。 そのようなものをおそらくアンボイーと呼び、それとは対照的に牛の所有者をブービオスと呼ぶ。ボーイイは、もともとは牛の所有者の階級を意味していた。戦士説は、言語学者、ユリウス・ポコルニーが提唱したもので、インドヨーロッパ語族で、うつを意味する部辺、B マイナスが語源だとした。しかし、ケルト語の名詞にはそれを補強するような例がなく、彼は、 もっと広範囲に例を探した。例えば、ウェネティ語の個人名であるホーヒーオエス、イリュリア人部族名ボイオイ、ギリシア人部族名ボイオートイなどである。ボイは、ブヘマイナスから、ボイン交代した、ボイマイナスが語源とも考えられる。ボイ族がかつて、インドヨーロッパ祖語を話す民族だったとすれば、このような関連の可能性がある。中央ヨーロッパのケルト民族は、その可能性が高い。 メウ施設でも同様のより広範囲の関連を仮定することができる。ボイオーティア人は古くから牛を飼うことで知られており、イタリアという地名と同様に、子牛の土地という意味を持つ地名だった可能性がある。インドヨーロッパ語の推定型はグーすなわち、牛を基礎とするもので、グイウジエスなどがある。同時代の派生語としては、ボイリックスやドイツのボイユラムがある。またボヘミアは、 ボイをマイナスとゲルマンソ語で、故郷を意味するハイモスを組み合わせた語で、ボイー族の故郷を意味している。バイエルンは、ゲルマン人部族であるベイバーアイに由来する。これは、ゲルマン語のバイオエリオスで、前半は、ボイーのゲルマン語版と見られる。後半は、ゲルマン部族名に、共通の形態素で、住民を意味し、古英語のマイナスウェアと同じである、ノート1。ボイーの住民とは、 かつてボイー族が住んでいた場所の住民という意味と解釈することもできる。ポリビオスはケルト人をエトルリア人のすぐ隣に住んでいたとし、彼らの美しい国に戦争の眼差しを向けていたという。ポー平原を大軍で侵略しエトルリア人を追い出したボイー族は中心のポー川の右岸に住み着いた。ストラボンによればアルプス山脈を越えて移住してきたケルト人の中でもボイー族が 最大の部族だったとしている。リウィウスは、さらに、ボイー族とリンゴネス族が、ポニネスマンズという西アルプスの峠を越えて、北、イタリアに侵入し、アルプスとポー川の間に、すでに人間が住んでいるのを発見したとしている。彼らは、ポー川をイカダで渡って、エトルリア人やウンブリア人を、アペニン山脈の方に追いやり、そこに定住した。リンゴネス族が、 マルヌ川やセーヌ川の上流域から来たように、ボイー族は、ライン川上流とドナウ川上流の間のアルサティア、地方からドナウ川を下った、バイエルン、オーストリア、さらに、ボヘミアあたりまでの地域に住んでいた。紀元前一世紀には、ライン川を渡ってカエサルと戦うヘルウエティ族を、助けている。ゲルマン人のスエビ族は後にドナウ川左岸まで、下ってくるが、その頃は、 ドイツ中央部におり、ケルト人の脅威になっていなかった。ボイ族は、エトルリア人の古い都市フェルシナを占領し、その周辺に定住した。後に、ローマ人がこの地に植民都市を築いた際、それを、ボノニアと呼んだ。同様のローマ化した、ケルト地名としては、ウィンドボナもボイ族の住む地域だった。ボノニアが、ケルト語の都市名に由来しているという説は有力である。 ノートに、ボローニャとその周辺の考古学的証拠は、ポリビオスとリウィウスの記述の一部とは相反している。彼らは、ボイー族がエトルリア人を追い出し、その一部が去ることを余儀なくされたとしている。また、ポリビウスは彼らが、城壁のない村で小屋に住み、家具も持たず、落ち葉のベッドで寝ていたと記述している。彼らは、農耕と戦争を制御とし、他の記述や、 科学知識を全く持っていなかったとしていた。その財産は金と牛であり、どちらも持ち運びが容易だった。考古学的証拠によれば、ボイー族はフェルシナの街を破壊したり住民を追い出したりしておらず、単にそこに移り住み、エトルリア人と結婚することで同化していった。その時代のボローニャの墓地からは、ラ・テーヌ文化の武器や他の工芸品が出土しており、ボイー族とラ・ テーヌ文化のつながりを示しており、同時に、聖堂性の鏡などのエトルリアの工芸品も、出土している。それほど離れていないピアノーロでは、ラ・テーヌ文化の武器とエトルリア人の女性の名が刻まれた、壺が同じ墓から出土している。古代ローマの著作家が記した、ケルト人の生活は、考古学的証拠が示すものよりひどい。ボイ族は、 エトルリア人の財産や女性を横取りしたと思われるが、エトルリア人の作った都市に、エトルリア人と共に住み、少なくとも全エトルリア人を追い出したわけではない。紀元前3世紀後半、ボイ族は北イタリアの他のガリア人やエトルリア人と同盟を組み、ローマと対立した。彼らはハンニバルに従って戦い、紀元前216年に、ローマの将軍、 ルキウス・ポスティミウス・アルビヌスを殺害し、その頭蓋骨で生贄用ボールを作ったという。その少し前、紀元前224年にテラモンの戦いでローマ軍に敗退し、紀元前193年にはムティナ近郊で決定的に敗退した。本拠地を失ったボイ族の大半はイタリアから去っていった。古代の著作家の解釈に反して、 ボイ族はかなり早くからパンノニアに定住したことが考古学などから判明しており、イタリアから移住してきたのではなく、それとは別系統の部族だったと見られている。イタリアのボイ族と同時代のボヘミアのボイ族は埋葬儀礼に多くの点で一致が見られ、他のキサルピナのガルヤ人とは異なる。あるいは西ケルト人の典型的送信具であるトルクが見られない。このことから、 ボイー族がボヘミアからキサルピナに移住してきたのであって、その逆ではないという解釈が最も可能性が高い。すなわち、アルプスの北からイタリアに移住したボイー族は、イタリアを去って、同族の住む地に戻ったと考えられる。ノート3。パンノニアのボイー族は、紀元前2世紀後半に、キンブリ族とテイウトネス族を撃退したことで歴史に名を残している。その後、ボイー族は、 ノーレイアという町を攻撃し、その直後にボイー族の一団がヘルウェティ族と共に西ガリアへの移住を試みた。ヘルウェティ族はビブラクテで敗退したが、有力なハエドイ族がボイー族の生き残りの定住を許し、彼らはゴルゴビナのオッピルムに住むようになった。ガリア戦争の中でウェルキンゲトリクスと交戦することもあったが、アレシアの戦いでは2000人のボイ族が、 ウェルキンゲトリクス側に加わった。ボイ族はまた、古くから住んでいた土地にも住み続けており、ハンガリーのドナウ川及びムール川の流域、ブラチスラバを中心とする地方に住んでいた。紀元前40年頃、ブレビスタを王とするダキア人が台頭し、ボイ族は彼らに敗退した。ローマが紀元8年にパンノニアを完全に征服した時、ボイ族は、 ローマに敵対する姿勢を見せなかった。ボイ族の居住していた地域は、リゼルタ・ボイオラムと呼ばれるようになった。しかし、ボイ族は根絶されたわけではなく、ドナウリュ長官の支配下にキビタス・ボイオラムイ、アゼイリオラムと呼ばれる住民がいた。このキビタスは、ローマの行政用語であり、都市とその周辺に住む部族を指し、後に、それに隣接して、カルヌントゥムが建設された。 ティトゥス・マッキュース・スプラウトゥスは、自身の作品キャプテバイの中で、ボイ遺族について、次のように言及している。エーティーンクシキアラス・ノニエ、ボイスエ・ボイアム・テレットしかし彼は、シチリア人ではない。彼は、ボイ遺族であり、ボイ遺族の女性を得た。ローマ建国史の第21巻で、リヴユースは、ハンニバルにアルプス越えの経路を教えたのは、ボイイ族だと記している。紀元前一世紀。 ブラチスラバのオッピデムに住んでいたボイー族は、高品質なビアテク銀貨を鋳造しており、ラテン語で王の名と思われる文字を刻んでいた。これが、ボイー族が自らについて、文字で記した唯一の記録である。ありがとうございます。